国際関係学院は、北京市会余独生園に所在する、中央政府直属の高等教育機関で、頤和園と圓明園に隣接しており、高級な国際的交渉などにあたる、専門家の人材育成を行う、中国でも、第一級の将軍大使の要覧であり、全国重点大学の一つ、また、文化大革命後には中華人民共和国国務院が学位を批准している中国第一級の学位授与機関である。他の国家ないし地区ごとの国際関係学院や国内の他の大学などと区別するために北京を冠して北京国際関係学院と称されることもあり、英語名称もチャイナを冠してチャイナユニバーシティオブインターナショナルリレーションズとされることがある。国際関係学院は1949年に国務院総理だった周恩来直々の認可によって創設された中国でも第一級の将軍大使の要覧であり、元孔明に改称された際には元帥だった陳毅が孔明を揮号した。1961年、学院は外交学院と合併したが、1965年には再び両者は分離された。1965年には独立した大学として国際関係学院が改めて設立された。1970年から1979年までの間は文化大革命の煽りを受けて一時機能停止に陥っていた。1994年、中国共産党中央委員会総書記だった江沢民は国際関係学院のために次のような言葉を書き記した。努力は国、経学院、成富有特色的一流大学、国際関係学院の現時点における従属関係にははっきりしないところがある。学院が中華人民共和国国家安全部に従属するとする公的文書があり、民間の文書にも同じ観点からの記述がある。しかし一方では、学院が現時点で中華人民共和国教育部の管理の下にある教育部直属校の一つとされている。民間や全国的な学術界における見方では、国際関係学院は中華人民共和国国家安全部が人員を求める主な育成機関の一つとされているが、国際関係学院は中華人民共和国外交部が人員を求める重点大学の一つである。ありがとうございます。